モンタナ、大空の国、宝の州、いろんな呼び名があるけど、私にとっては我が家よ。来て随分経つが、ここは本当に美しい。だから人の醜さを忘れちまってたのかもな。そして全ては完全に静止した。誰もがちょっとおかしな集まりくらいに思っていた。でも違った。狂信的で常軌を逸したカルト集団だ。崩壊はすぐそこまで迫っている。奴らは農場を買い占め始めた。その次はラジオ局、そしてついには警察まで抱き込んだ。独立した宗教国家だ。それが我々の庭先にある。誰も助けには来ない。政府は役立たずだ。やるしかない。迷える魂すべての救済を望まれている。こんな連中がいるなんて誰も信じたくないのよ。みんな恐れてるんだ。だが敵対者が現れる。我々が築いたすべてを破壊しようと企む。そして裏切り者、奴の力は計り知れない。誰かって？あの指導者。そう、ジョセフ・シード。またの名をファーザー。外の世界のものには見えていないのだ。彼らは信じない。信仰がない。待て、やめろ、やめてくれ。私が教えよう。
使うな。話は俺がする。全員分かったな。分かった。ルーキー。よし、みんな。油断するなよ。行くぞ。奴は教会だ。離れるなよ。気を。新入り、私について勝手に行かないで。あいつらはここで何を。落ち着いてくれ。自分の仕事に戻るんだ。君たちには関係ないことだ。嫌な予感がする。すべて順調だ、ハドさん。何も問題はない。何をそんなに恐れてる。それでも警官か。そう、こいつらは警官だってお構いなし。銃を抜けばおとなしくなるだろう。銃弾で解決できない問題もあるんだ。ちょっと待て。やるなら俺のやり方でやる。静かに穏やかにだ。いいな。ああ。ハドソンはここで見張れ。誰も中に入れるな。ルーキー、俺と来い。とにかくいいな。バカなことはするなよ。落ち着け、保安官。新聞に載って有名になれる。しっかりね。何かが来る。感じるだろう。世界の果てへと這い進んでいるような。その先にあるのは報いだ。だからプロジェクトを始めた。何が起きるか知っている。彼らが来る。彼らは奪う。我々の武器を、我々の自由を、そして信仰を。だがそうはさせない。これ以上は。少し待つ。我々は彼らの強欲さにも不道徳にも堕落にも傷つけられはしない。保安官、もう苦しむことはない。落ち着け。ジョセフ・シード、お前に逮捕状が出ている。容疑は傷害目的による誘拐だ。手は見えるところに出したまま、ゆっくり前に出ろ。ついに来た。庭にイナゴの群れが私を捕らえに、私を皆から引き離しに来た。我々の気づいたものを壊しに来たのだ。よし、武器には触るな。待つんだ。いいからそこ。やめるんだ。下ろすんだ。全員落ち着け。
分かっていたことだ。このために備えてきた。さあ行け。神が私を守ってくださる。子羊が第一の封印を解いたとき、四つの獣の一つがまるで雷鳴のような声で来たれと呼ぶのを聞いた。前に進め。そして私は見た。それは白い馬だった。地獄を伴い来た。新人、こいつに手錠をかけろ。神が守ってくださる。おい、手錠をかけろ。銃を下ろせ。仲間を連れてここから去れ。早くしろ新人。神は見ておられる。この選択に基づき神は君を裁くだろう。何してる新人。待て。手を出さない方がいいこともある。帰るぞルキ。おい、どういうことだ。待て、何してるんだ。戻ってこい。保安官、早く戻れ。黙って聞くんだ。こいつに手錠をかけたら全員生きて帰れないぞ。お前ら全員逮捕してやる。好きにしろ。